はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロード阪神修正編です。今日でログインが、1106日目ですね。はい、現在2022年6月27日の15時4分なんですけども、今回はですね、契約書の方をね、ちょっと開封したいなと思いまして、A ランク契約書ランダムが3枚と、あと A ランク自チーム契約書も1枚、これですね、1枚あります。で、S ランク確率 30% 契約書1枚、この合計5枚の契約書ね、開封したいなと思います。はい。その前にその対決カーニバルなんですけども、あと22時間ぐらいですかね、21時間54分、残ってるんですけども、現在どこまでいったかと言いますとですね、累計対決ポイントが146,068ということで、まあね、もうオーバーランしてランダムボックスも何回か行ってるんですけども、今のところこの A ランク自チーム契約書助っ人外国人、A ランク契約書助っ人外国人、これどちらも1枚も出てませんね。はい、まあ走ってるわけではないんでね、まあ、エナジーも43エナジーぐらい、トータルでね使ってるんですけども、まあ全然プラスで追われてるんですけど、まあそうですね、もうあと1日切りましたんでね、1枚ぐらいちょっと欲しいかなと思ってます。できれば2枚欲しいんですけどね、まああと1日切りましたんで、まあとりあえず1枚欲しいなと思ってますね。はい、今のところ出たのはこの B ランク契約書の助っ人外国人、これとか、まあ、エナジーもねちょこちょこ来てます、5とか3ね。はい、まあ、そういう感じなんでね、まあとりあえずあと1枚、あと1枚というか1枚だけでもね出てほしいなと思います。はい、そういう感じです。それでは、契約書の方ね行きたいなと思うんですけど、まずは A ランク契約書のランダム3枚からいきます。1枚結構バラバラです。あ、2枚ですね。で、下の方にこれで3枚ですね。はい、まあこのアカウントで、ね、阪神純正だけでやってますんで、できれば、阪神の選手来てほしいです。お願いします。阪神来い。さあ、まあ3枚中1枚ぐらいできれば来てほしい。阪神、阪神来い。外崎選手、西武ですね。はい、阪神の選手お願いします。中村選手ヤクルト、最後阪神の選手来い。山田選手ヤクルト、うん、いいの来ましたね。セカンド2枚、2人来てますね。はい、外崎選手、中村選手、山田選手ですか。はい、阪神は来ずということで、はい、まあ、残念ですね。はい、続きまして A ランク自チーム契約書いきます。これですね、対決カーニバルのね、これもパネルチャレンジで飛びたんですけども、まあ欲しいのはね、アルカンタラ選手、現在凸4ですんで、ぜひまあ極めにしたいんでね、アルカンタラ選手欲しいです。あと岩崎選手の称号用の A ランクも欲しいんでね、もうアルカンタラ選手か岩崎選手、どちらか来てほしいです。いきます、 A ランク自チーム契約書お願いします。さあ、アルカンタラ選手か岩崎選手。アルカンタラ選手は次来たら極み、岩崎選手は称号用が欲しい。おお、早い。馬場選手か。はい、馬場選手は称号用結構6枚7枚持ってますね。はい、うん、ちょっと早かったですね、演出ね。はい、それでは最後にこれですね。はい、 S ランク確率 30% 契約書対決カーニバルの累計のやつですね。はい、まあS ランクですね、ぜひ S ランク来てほしいです。できれば阪神来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い。んー、いやー、あかんな、ないか、折れる、あ、ないわ。今野選手ですかね、ヤクルト、ヤクルト、ヨークルト、ヤクルト、さっきも中村選手、山田選手来てましたもんね。はい、うん、残念やな。はい、まあまあ、しゃあないですね。はい、またA ランク自治ミキサーの方にね、まして、アルカンタラ選手とね、岩崎選手、狙いたいなと思います。はい、はい、まあ、今回こんな感じですね。あと対決カーニバルね、あと22時間ぐらいありますけどね、1枚ぐらいね、ちょっとケラー選手欲しいんでね、ぜひ出てほしいなと思ってます。まあ、エナジーはね、なるべく使わないようにして、今後に備えてね、使わないようにして、まあできれば1枚出てほしいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。